クレバの従業員 X アカウントは7月3日の FNS 歌謡祭での共演を終えた有名音楽グループ n ーアンダーライン I の3人のメンバーと一緒に撮ったクレバの写真を投稿しましたクレバの公式アカウントには n ーアンダーライン I のメンバー3人との写真が投稿されファンたちの喜びの声があふれていたご覧いただいた皆様そしてたくさんのメッセージをありがとうございます ハッシュタグナンバーアンダーラインアイさんとのコラボと、とても素敵な時間に感謝ですスパークというコメントとともに投稿された写真には、音楽を通じて生まれた絆が映し出されていた。夜が更けると、夏の空には無数の星が輝いていた。2024年7月3日、その夜は音楽ファンにとって特別な時間となった。日本の人気音楽グループナンバーアンダーラインアイと、 ヒップホップ界のレジェンドクレバが FNS 歌謡祭公式ショーで共演するという夢のコラボレーションが実現したのである。この夜のステージは、まさに夢のような瞬間が次々と訪れた。クレバのステージにナンバーアンダーラインアイのメンバーが登場した瞬間、会場は一気に歓声に包まれた。彼らが一緒に歌い踊る姿は、まるで夜空に輝く星たちのように美しく、観客の心に深く刻まれた。 ファンたちからのメッセージも次々と寄せられた。クレバさんを ILYs ももちろんリスペクトしてます複数派とコラボは最高最強でした。本当にありがとうございました。またコラボみたいですハグぜひお願いしますビックリマーク、このような感謝の言葉が次々と綴られていった。電車の中で見ていたファンは、泣いた、胸熱と感動を共有し、素敵なコラボに感謝の気持ちを述べていた。 このコラボレーションがどれほど素晴らしいものだったかを語るには、マズ・クレバとナンバー・アンダーライン・アイのバックグラウンドに触れる必要がある。クレバは日本のヒップホップシーンにおいて長いキャリアを持ち、その独特なスタイルとリリックで多くのファンを魅了してきた。彼の楽曲は常に時代を反映し、新たな視点を提供してくれる。ナンバー・アンダーライン・アイは、若い世代を中心に絶大な人気を誇る音楽グループであり、 彼らのパフォーマンスはエネルギッシュで見るものを引き込む力がある。この夜のコラボレーションで披露された楽曲は、イキパートと一切合切であった。ファンたちにとって特別な時間となったこの夜のステージは、彼らにとっても忘れられない思い出となった。特に、イキパートは、夢に向かって進んでいるナンバーアンダーラインアイの3人にとって、まさに応援歌であり、その歌詞が心に深く響いたという。 ファンからのメッセージには、ハッシュタグイキパート本当に最高。聞くたびにグッと気合が入ります。ハッシュタグ一切合切も永久に色あせない名曲。本当に最高な時間をありがとうございました、という感動の声が寄せられていた。さらに、イキパートは新しいこと始めたナンバーアンダーライン愛の3人に刺さる歌詞で、勝手に泣けてきました。ハッシュタグ一切合切も大好きです。 プレイリストに入れて聞かせていただきますね。またのコラボお待ちしてます、と、彼らの楽曲がファンの生活にどれほど大きな影響を与えているかが伝わってきた。この夜のコラボレーションは、ファンにとってだけでなく、クレバとナンバーアンダーラインアイにとっても特別な時間であった。クレバの公式アカウントには、 コラボのおかげでナンバーアンダーラインアイのクレバさんを見るキラキラした素敵な笑顔が見れて ILIs として高世でしたスパーク複数ハートというコメントが投稿され彼らの間に生まれた友情と尊敬の念が感じられたステージが終わるとファンたちは感謝の気持ちを込めたメッセージを次々と投稿した素敵なコラボをありがとうございました素敵なコラボで見てるこちらも幸せになりましたありがとうございます赤いハートは クレバさんの包み込むようなな愛がれてる素敵時間行きパート本当に最高聞くたびにぐっと気合が入ります」「一歳合歳も永久に色あせない名曲」といった声が多数寄せられたこの夜のコラボレーションがこれほどまでに多くの人々に感動を与えた背景には音楽の持つ力がある。 音楽は国境や言葉の壁を越えて人々の心をつなげる魔法のような力を持っている。クレバとナンバー・アンダーライン・アイが一緒にステージに立ち、音楽を通じて生まれたこの瞬間は、まさにその証であった。しかし、音楽の力はそれだけではない。音楽は時に人々に勇気を与え、新たな一歩を踏み出す力を与える。ファンからのメッセージには、 若者ではないですが、ハッシュタグ行きパートに勇気もらいました。炎覚悟を決めて新しいこと始めます。びっくりマークといった声があり、クレバとナンバーアンダーラインアイの楽曲がどれほど大きな影響を与えているかが伝わってきた。この夜のコラボレーションは、ファンにとっても、アーティストにとっても、そして音楽そのものにとっても特別な時間であった。クレバとナンバーアンダーラインアイが一緒にステージに立ち、音楽を通じて生まれたこの瞬間は、 まさに音楽の力を証明するものであった。そして、この夜のコラボレーションが終わった後も、ファンたちはその感動を忘れることはなかった。コラボ最高にかっこよかったです。また、ハッシュタグイキパートにも感動しました素敵な時間をありがとうございます。ありがとうございました。ハッシュタグイキパートは新しいこと始めたナンバーアンダーラインアイの3人に刺さる歌詞で、勝手に泣けてきました。 ハッシュタグ一切合切も大好きです。プレイリストに入れて聴かせていただきますね。またのコラボを待ちしてます、といった声が次々と寄せられ、彼らの楽曲がファンの心に深く刻まれたことが伺えた。この夜のコラボレーションがこれほどまでに多くの人々に感動を与えた背景には、クレバとナンバーアンダーラインアイの音楽に対する真摯な姿勢と情熱がある。彼らは常に新しい挑戦を続け、 そのの音楽をを通じてて多くの人々に勇気と希望を与えてきたクレバの楽曲「イキパート」と「一切合切はその象徴ともいえるものであり彼らの音楽が持つ力を改めて感じさせるものであった。ファンたちはこの夜のコラボレーションを通じて音楽の持つ力を再認識しさらに深い愛情と敬意を持つようになった。 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイとのコラボは私たち i l イ s にとっても過方になりました赤いハートは10代の頃、クレさんみたいにかっこいい大人になりたいって話してた友達と大人になった今改めて、クレさんみたいにかっこいい大人になりたいって話しました。ずっとめちゃくちゃかっこいいです、というメッセージには、クレバとナンバーアンダーラインアイがファンに与えた影響の大きさが感じられる。また、音楽を通じて生まれた友情や絆も、 この夜のコラボレーションを特別なものにしていた。ナンバーアンダーラインアイの三人が憧れの人とご一緒できて少年の顔になってましたハッシュタグ行きパートは今まさに夢に向かって進んでいる三人にとり最高の応援歌です、というコメントからもわか